どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせ動画となります。何のお知らせかというと、ガズレレではですね、なんとアプリがあるんですよ。スマホのアプリですね。スマホとか iPad と使えるやつですけれども、そのアプリの中の曲40曲の新しい曲の塊が、追加されますよという、そういうお知らせでございます。いつ追加されるかというと、4月3日土曜日、つまり本日のお昼ちょうどに、レシピの方にガズレシピのアプリの中にドーンと追加されますんで、その辺のお知らせでございます。あ、そうだ、それよりさ、もしかしてこれ初めて見た方で、ガズレレってアプリなんてあったのという方もいるかもしれませんので、アプリのこと、ここにリンク貼っておきます。これはめちゃくちゃすごく使いようがある、便利なものですよ。楽譜が見れるアプリで、自動スクロール機能とか、あとメトロノーム機能とかもほんと盛りだくさんでですね、今すでにね、3つのブロック の楽譜がゲットできるようになってるんで、1曲でもいいし、ブロックでゲットでもいいしです。ちょっと見てもらうとね、いろいろ書いてあるんで、ぜひダウンロードしておいて、スマホとかタブレットに入れといてください。はい、お願いします。その中の新しい曲が追加された。じゃあ何が追加されたか、どんどん言ってきますね。40曲ありますから。そして僕は途方に暮れる、ヒサメ、また会う日まで、トレイントレイン、世界で一つだけの花、時の流れに身を任せ、プログレス、流星、ゴールドフィンガー、郷ひろみさんですね、包み込むように、星影のワルツ、君はロックを聴かない、ルビーの指輪、ユーズさよならバス、北風小僧のカンタロウ、トリセツ、パプリカ、イエイイエイイエイ、セーラー服と機関銃、ガラスの少年、香水、オフィシャルヒゲダンディズムのハロー、マリーズソング、ハワイアンソングですね、恋人も濡れる街角、世界の国からこんにちは、大阪で生まれた女、500マイル、男の勲章、ブルーシャトー、ウロコ、接吻、メリーさんの羊、あなたとトラッタッタ、オープリティウーマン、木枯らしに抱かれて、ラブ、洋楽の、な、で、ノーウェイ、I can be、ちょっとジャズっぽい感じ、かっこいいやつ、六本木真珠、生きてる生きてく、オウムとの交流、こんな感じになっております。はい、これブロックでもいいし、1曲ずつでも、ダウンロードというかアプリ内でねダウンロードできるんで、ぜひお願いいたします。そしてですね、これに合わせて、もう1個お知らせしたいのは、実はですね、もうすでに発売されてるんですけど、このガズレシピのアプリの中の楽譜がなんと本になって、すでに今現在大好評発売中でございます。中身はですね、こんな感じで書いてあります。なんで印刷されてデザインされているもので、ここ下にこんな感じでくるっといろんな情報も入ってるし、比較的見やすいんじゃないかなということで、これが、本になったバージョンですけど、アプリ内もこんな感じの楽譜が、展開されているということで、はい、この本のこともですね、ぜひこれチェックしておいてほしいんですけど、まあどっちにしてもここにリンク貼っとくんで、ちょっとガズレシピ、こっちもガズレシピですからね、これ要はアプリが本になったっていうことなんで、ちょっとねややこしいですけど、本のバージョンとアプリのバージョンがあるということなんですけど、はい、先ほどのリンクのところでちょっとご確認ください。ちゃんと確認、ちょっと一回確認しますと、4月の3日土曜日のお昼ちょうど12時に、ガズのアプリ、ガズレレがリリースしているアプリ、ガズレシピの、中身40曲が追加されますよというご案内と、ガズレシピ大好評、本のバージョンも発売ということでございます。あともうほんとね、いろんな情報が盛りだくさんですので、まず、皆さん追いついてきてくださいね。すいません。ガズレレ .com 見てもらうとですね、いろいろ書いてあったり、私毎日ブログを書いてて、その下の方とかにもね、今行われてることを大体こう、シェアしていると思いますんで、ちょっと見てください。はい、じゃあ引き続きね、ガズレレ YouTube でも自分でやる音楽。音楽は聴くよりやる方が最高。これから暖かくなってね、なんかもうさらにこうウクレレにこういい季節になってくるんで、皆さんもね楽しんでいただければと思います。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。